えー、ビデオダイアリーオクトーバー 19th2022 by ヒロシハヤシハメメッドシティジャパンビデオ日誌2022年10月19日林宏ですギリギリ午前中ですねあ過ぎました今12時7分で。 昼を過ぎていますこんにちはということになります。で今日はですね朝から「モナ・リザ」特集「モナ・リザ」をもう一度攻め直してみました、まあ。いろんな謎があるわけですけども軽い謎もあればですね重い謎もあるわけです。まあ、軽い重いというのはですね、まあ、重要あまり重要でないという、まあ、そういう 意味もも込めてですけどもその中でもやはりモナ・リザに関する謎はですねつまり神と直結しているという意味でね大変重要な謎解きということになるわけです。で今までにねいろいろな謎つまりモナ・リザに関,する関してもですねいろいろな謎を解いてきましたけれども今日はですね、まあ、一般の方ってた失礼ですけどもね皆さんにもあれはもっとはっきり言えば新しくね 私の動画をご覧になられた方にしてもですね分かりやすくということで、まあ、動画を制作しし始めました。まあ、この世界はいろんなまあ制作方法があるわけですけども、まあ、その自分のね知ってることをそのまま直接的に直接にですねぶつける方法もあればですねそうではなくて 今まで知,り知ったことをですね、あるいは発見したことを分かりやすく、まあ、皆さんに説明するという意味での動画作りというのがあるわけですね。まあ、どちらをどう撮るかということなんですけども、私としては気が楽なのはですね、まあ、私が知っていることをそのままぶつけていくという方法なんですけども、何しろね、もう10年と、えー、今日で3ヶ月ですよね、になってますので、えー、3ヶ月目に入ったわけですけども、その結構ね、 まあ進歩したと言いますかね、深くなったと言いますかね、自分でそのように判断しているだけなんですけども、まあ一般の方からすれば、ですね難しくなってきたんじゃないのかなという心配はあるわけですね、まあそんなことも含まれまして、時々わかりやすく、皆さんにもね広く、皆さんと言いますかね、広く、まあね一般の世界でね知っていただきたいと思うときには、ですねまあわかりやすいと言いますか、 動画を作るわけですね今日はですね、えー、4079かなの005でですねそのガイド版簡単版簡略版まあいろいろ私呼んでいますけども簡単版っていうのを制作しましたでそれに基づいてですねその後モナ・リザに関する、まあ、謎解きのね動画を12今3号をですねレンダリングかけてますから まあこのビデオダーリーはその後に続く動画ということになるんですけれども、今朝は何かしら、YouTube 社の方でトラブってるみたいですね、つまりその、えー、いわゆるアップロードした後今度処理に入るわけですけれども、その処理に、えー、005はもう1時間以上、えー、かかってるんじゃないでしょうかね。 時々こういうことがあるんですけどもね、おそらく処理能力がですね何かのか、何かの限界を超えたとか、あるいはトラブルに見舞われているというところじゃないのかなと思いますね。ですからまあ、今日は気長にね、のんびりとと言いますか、私の方もね、追い立てられるというよりも、咳立てられるような感じもなくてですね、のんびりにか、ま、のんびりと構えて、まあ、時間を待っているという感じです。まあ、それが今日、2022年の10月19日の今。 この頃っということですね。時刻は今12時11分になったところです。で、モナ・リザといえばですね、もうはっきり言いますとね、あれは人間が書いたものではありませんね。その上の神ですよね。じゃあ神とは誰かということになりますと、カイン・キリストということになるわけですね。まあキリスト 私たちの救世主と呼んでいる神自身がですねあのその絵を描いたということになるわけで先ほど面白い、まあ、大変興味深いあのコメントが一つ届いたんですけどもねつまり私のその動画をご覧になった方がですね、まあ、ご自身の感想としてですね、まあ、神々はですね神はですね、まあ、いろんな形で人間を指導してきる来ているんだとその中の一つがですね 音楽でではなないいかとうことなんですね特に賛美歌の中にはですね神の,その教えそのものがです、ね、入っているのではないかということを、まあ、コメントとして書いてきてくださったんですけども私実はねそういうふうに思ってますがしかしです、ね、私残念ながら音楽畑の人間じゃありませんので音楽の解読音楽に、まあ、秘められた謎っていうのを解く というのはです、ねまあ、苦手というよりも好き音楽が好きなんですけど、ね、皆さんと同じ、多分ね、嫌いな方いらっしゃらないと思いますけども、音楽は好きなんですけども、その、いわゆる、まあ、その謎を解くという部分ではですね、まあ、全くの白と門外観ですから、あのまああまあ、今まではそれほど深く考えないできて まあ、来たわけけですけどねでしかし考えられますよね、当然ね、もうここまで来るとといいますか絵画の世界で、ね、絵画の世界においてですね、ここまで神が関与しているということになってくるとですね、当然音楽の世界をもってこということになるわけですよね。私ね、以前からもう20年近く前ですけどもね、からあのいろいろなね、メサイア、曲、まあ、いわゆるその神,神に関するのにす 音楽がありますよね例えばバッハ、ヘンデルっていろいろあるわけで、まあ、あのいるわけですけども、私はですねあのフォーレね、まあ、フ,ォーレあのフォーレの曲で有名なのはねあのシ,シリアーナという曲なんですよね。あの,あの曲は、そのもとものはです、ね、ルネサンスの時代から伝わるその曲をですねフォーレが編曲したということになってますけども、あの曲ですよね、綺麗な曲ですね。

思ってます、まあ、普通の曲じゃないですね。もう聞けば聞く曲ほど深みがあると言いますかね。ただフォレっていう、フォーレのミサイアというのはあ、ほとんど日本では、ね、知られてないということは残念なんですけども、フォーレのミサイアがですね、その第一、まあね、に調べてみる価値のある、まあ、曲ではないかと考えてますけどもね、ただ先ほど言いましたように、それ以上は、ね、私にもわからないんですよね。いいわゆる、はいまあ、いろんな、ねあの この,この世界というのは特に世界というかこの音楽の世界というのは特に深いですからねしかしまあそれに考えているわけですけどもそれについてね今朝どなたかからですねその賛美歌もそういう形でその私たちが知っている賛美歌もですねまあそうではないのかと神のその啓示を受けてねまあその方はよシしルるにはこれからね賛美歌という賛美歌をね歌う時にはですねその向こうに神の心というものがあるということを まあまあ、探りながらというのもおかしな話ですけども、をまあ、感じながらです、ね、歌いたいというふうに書いてありましたけれども、私はまあ率直に、ねまあ、賛美歌の中にです、ね、つまりそ,のそうした曲を作曲した人がいるわけですよね、あるいは歌詞を書いた人がいるわけですけれども、そうしたその人たちに、いわゆるまあ神の啓示を与えてです、ね、作曲させた、あるいは歌詞を書かせたということはあり得ると思いますね。 私は時々そういうのをあの皆さんにね取り上げてあの動画として発表しますけれどもあの『アメージング・クレイス』にしてもですね アメージングですね。z i n g Grace How sweet is o u n d s あの曲ですね。そういう曲、あの曲は、まあ、取り上げましたけども、まあ、あの曲は私のね、金銭に触れたと言いますかね、特に思うところがあったもんですから、動画化したわけですけども、まあ、その、なんて言いますか、そういう形で、神はですね、まあ、いろんな形で、 特にカイン・キリストはですね、新約束聖書の時代においてはですね、なんとか人間を指導しようという形でですね、私たちにまあそのいろんなその教えというものをですね、まあ、今までは絵画、彫刻を通してまあ教えてきたんだということをあの私は話してきましたけれども、その他に例えば音楽もある、芸術ですよね、ね芸術もあるということですね、でさらに言えばですね、まあ、現在の映画にも通じているわけですけれども、 まあね、ここから先は私の林浩司ってことになりますけれどももちろん。 文学の世界にも入り込んでできているわけですよね、まあ、それが代表的なのがシェイクスピアということになるわけです。ウィリアム・シェイクスピアですね。であのウィリアム・シェイクスピアという方は大変まあ謎めいた方といいますか、当時の、ね、シェイクスピアのまあいわゆる教育的なバックグラウンドなどを見てもです、ね、そうした事実を知るようもなかったと。外国へ行ったこともないまあシェイクスピアがです、ねまあ、イタリアだとか、ね、を中心として外国の事情に精通していたと。それはあり得ないんだというようなところ 頃からですね、現在、ストラトフォード派と、ね、反ストラットフォード派の対立が続いていますけども、ね、つまりシェイクスピアはですね、自分では戯曲を書いたんだ、書かなかったんだ、書いたんだという,ようなまあ議論がね、まあ、ちょうど2つに分けて、ですね、ストラトフォード派と反ストラットフォード派に分かれて議論しているということもあるわけですね。 でしかし、私自身はですね、あのシェイクスピアもですね、もうまた、その、いわゆる1600年前後ですね、の、いわゆる神、ンキリストの操り人形であった、あるいはハンダ、あるいはあデリバリー、 デレバラであったということですねいわゆる受け渡し人であったということを説を唱えていますその証拠の第一がですねハムレットですよねハムレットあのハムレットに表現されている内容というのはですねまさにマルドックなんですよねですからハムレットイコールマルドックというふうに考えるとですねハムレットの物語とですねマルドックの生涯とピタリと重なるんですよね同時にエジプト神話とも重なっていくということですで、もう一人はあのマクベスですねまあハムレットマクベスというのはシェイクスペアの中でも代表作ですけどもねで マ,マクベスっていうのはカリギュラであるとちょうどあのイエスがです、ね、処刑された、えー、西暦33年のあと直後に、ね、ローマ皇帝となる、まあ、皇帝なんですけどもあのマクベスもですね内容が、まあ、その「 いわゆですから、まあ、そのイエスとのイエス絡みの話にすればですね、まあ、イエスにしてみればですね、まあ、その当時のまあ神,神の、ね、心の葛藤というものはそしてそれをまあイエスを、ね、処刑したそのローマ皇帝の葛藤のようなものをですね、まあ、見事にその マクベスというあの戯曲の中に表現されているというところか、まあ、いろいろあるわけですけども今、まあ、そのシェイクスピアの作品もね膨大な量がありますからその私一人ではとても組みし,しきれません。組し しきりませんけどもね、まあ、ちょっっと今日本語おかしかったかたな、まあ、要するにその、まあ、その神・はですね、まあ、彫刻、絵画だけではなくてですね音楽も通して、あるいはその文学も通して、最近では映画を通したりね、まあ、映画が私、多いと思いますね。特にまあ私が取り上げているのは、いわゆるウォルト・ディズニーですね。 まあ明らかに言って言いますか、もうここでは明らかにという言い方で、まあ、逃げるしかないんですけどねあ、かもしれませんけども、明らかに神の。 まあ、いわゆる刑事を受けて、つまりはそうした作品を、ウォルト・ディズニー作品というのを残しているということですね。ですから、ウォルト・ディズニー自身も意識したのかどうかは知りませんけれども、例えばですよ、私、一番最初に疑ったのは、あのいわゆるファンタジアという、ウォルト・ディズニーの代表作ですけれどもね、あのファンタジアの中に、えー、悪魔の山って出てきますよね。 ボ,ボールドマウンテンですかボー,ルボールドマウンテンっていうのが出てくるわけですけども、あの山と全く同じものがですね、いわゆる、まあ、ダ・ヴィンチと、それからベロッキーの合作と言われている、主体告知の背景に出てくるんですよね。全く同じです。ということは、一つ考えられることは、ウォルト・ディズニーがですね、その主体告知の絵の中のあの山を知っていて、それを模写して自分のファンタジアの中に使ったということになるわけですけども、 実はディズニー・デスラすね、それが悪魔の山だということは絶対に知らなかったと思いますよ。思いじゃなくて知りませんでした。というのは、ですね、あの受胎告知の中に描かれている絵がですね。 いわゆる魔女の絵であるということを発見したのは2012年以後の私、林博史なんですね。ということは、あの時代国史の背景に書かれているあの白い山がですね、悪魔の山ということになるわけですけども、悪魔の山だということを発見したのも、これも林博史2012年以後なんですよね。ウォート・ディズニーが資料紙もなかったわけです。しかしその山をですね、ウォート・ディズニーは全く同じ山を描きながら、ファンタジアの中の悪魔の山として表現しているわけです。 まあそんなところからですね、あのウォート・ゼズリーもですね、神の啓示を受けて、あるいは指導を受けて、あるいはということで、まあ、いろんな作品を残したということになるのではないでしょうか、というふうにしてつながっていくわけです。で話を戻しますすと一番わかりりややい例はやはりあののダ・ヴィンチの まあモナ・リザーということになるわけです。でその、その部分に焦点を当ててですね、今日はそのダ・ヴィンチのモナ・リザーから攻め始めてみました。その動画はですね、私、ここで説明するよりもですね、そちらの方を先に見ていただいた、先に言ってますか、この後にね、見ていただいた方が分かりやすいと思いますので、そのこの私のね、今日の今日のビデオダーリーの後につなげておきます。まあそういう視点でね、見ていただくとですね、実はカイン・キリストという神はですね、人間史の最高神ですよね。 旧約聖書の第一章に出てくる、ま、男という、男って言われている神なんですけども、その神がですね、それから約8000年ですよね、ざっと計算してもね、8000年の間、ま、人間の指導に当たってきたということです。そして旧約聖書の終わる時代ですよね、に、いわゆるまあ神はですね、 その最後の審判を済ませてですねそしてまあ人間の絶滅計画を実行するわけですつまり裏、まあ、あのど,どこでいつのどのような形でということになりますけれども、まあ、要するにそのジェクラ・シッチンの本の中でね紀元前2000年頃にねあの王は つまり核兵器の使用を許したという文言がありますからね、それをタブレットを解読して、そのような文言が出てくるわけですけれども、紀元前2000年、今からちょうど4000年ほど前に、ですね、まあ、核兵器を使う,使うことをやむなしと、まあ、そういうふうに判断したその時期が、ですね私は最後の審判のその時であったと判断しています。ですから今から4000年前にね、最後の審判になるものはなされてですね、そして人間絶滅すべしということで、その後ね、メソポタイアムの核都市、えー、都市国家ですね、それから それからソドム・ゴモラ、それからモヘンジョーダロ、あるいは世界中の、ね、プーマン・プンクなどがですね、次々と核兵器を使用されてで、によってですね、破壊されたということにつながっていくわけです。ですから、その後、その頃ね、いわゆる、まあ、春巻きドンが起きたということになるんですよね。しかし、人間は生き延びるわけですよね。生き延びて、そしてあのバベルの塔の話へとつながっていくわけです。生き延びた人間たちがね、自分たちの町を作ろうと言って、町を作り始めるわけです。それがあの第11章でしたかね。 ベルの塔の話へとつながっていきます。 とということで、まあ、最後の審判も終わり、そしてまあハルマゲドンも一応終わったんだけれども、人間が生き延びた。しかし、その後ね、そうしたハルマゲドンの完成に対してですよ、待、ま、ったをかけたのが、カイン・キリストだということですよね。つまり、私が何とかしますから、人間を指導しますから、今絶滅させるのは、まあ、やめてくださいって形で、新約束聖書の時代へと入ったわけです。ですから、現在に至る西暦2022年の、ね、10月19日の今日に至るまに、 でですね、会員キリストはですね、えー、近づかず遠ざからざる遠ざから 大阪ずらずにですねね <laughs> 今日ごめんなさい、ね、どうもね、日本はね、路列が回らないと言いますか、えー、言葉はね、ちょっと詰まるわけですけども、えー、少し眠いこともあるんですね。僕、今まで一番眠いんですけども、ね、私ね。はい。まあ、そういうことで、会員、キリストがですね、いろんな形で、さまざまな形で人間を指導してきた、今もしているということですね。はい、してますよ、ちろんありませんよ。それは、まあ、いつかね、証拠、その話をしたいと思いますけども、あともかくも人間を指導しているということですね。そして そして、方法としては、ですね、いわゆる芸術、まあ、美術ですね、いう形であ,りであるとかね、それからその、先ほど言いましたね、文学であるし、そして音楽もまた光ということになるわけです。音楽も大変、まあ、そういう意味でね、深い、まあその向こう、その向こうにね、神の深い懐と言いますかね、心を感じる。 ということなんですね。まあ、それを、まあ、その、今日のね、ある方がコメントに書いてきてくださったんですけども、一度ね、私も改めてね、賛美歌を読み直してみるようかなと、まあ、読むというかね、聞き直してみようかなというふうに考えています。その一つがですね、私,私はあの、フォーレのね、メサーヤですね。えー、いわゆる綺麗から始まって最後はね、アーメンコラスで終わるあの、フォーレのそのメサーヤですよね。あの、を一度もう一度ね、まあ、 聞いいいててみよううかなというふうに、ね、考えています。で話を戻すとですね、まあ、そのあいわゆる、まあ、カイ員キリストが人間をさまざまな形で指導してきている今も指導しているということですね、まあ、それに対して人間がどう答えていくかということなんですけども、まあ、カイ員キリストという方はそういう方だということですね。 で、もう一言付け加えるとですね、あの、じゃあどこにそうした謎が潜んでいるかってことについてはですね、意外と簡単なんですよね。つまり、そうした作品を神々を残しながらですね、同時にその作品がですね、全世界に知り渡るような、いわゆるまあ、そういうその方策も講じていますよね。 まあ、いい例が、例えば、パブロ・ピカソの,あのゲルニカがそうですけどもね、あれはまさしく神の作品ということになるわけですけども、神がその作品を残しながらですね、同時にその後でもいいわけですけども、ゲルニカがですね、全世界の人間の心に染み渡るような何かの、いわゆるタスクフォースを立ち上げてですね、そして、その、そうした行動に出ている。 のではないかといかううふうに考えてます、ね、ですから裏を返して言うとですね、まあ、どこに神の作品があるかということを探すというのは意外と簡単なことだということですつまり世間で話題になっている作品であると同時にいわゆる謎だ不思議だと言われている作品である。特に 完成度という意味で、ね、見ていけばいいわけですけども、完成度が高いというような意味でも、ね、見ていけ,いけばです、ね、つまりはそ,のそれらの作品がです、ね、つまりは神の教え、啓示と直結しているというふうに考えてです、ね、それを前提にして調べていけばいいと思いますね。それこそフェルランド・コルモンのエファの,の、ねえー、呪いから逃れる会員とかね、あるいはそのいろいろありますよね。まあ、最近取り上げたときはそういう作品がありますけども、あ <coughs> あるいはプサンのね、ニューカラプスサンの,のアルカディアの牧師であるとかね、まあそうした人の画家の作品を取り上げるとですね、その都度その向こうに神のメッセージを読み取ることができるということになるのではないでしょうかということです。まあ今日はここまでにしてですね、この後先ほど約束しましたように、今朝作った動画をですね、この後につなげておきます。えー、4079-005ですね。それはまあ短い動画ですけども、 モナイザーの謎についての動画をまとめたものです。では今日のビデオでありこれで失礼します。バイ。 The number 51 was hidden in the background of Mona Lisa. 51 stands for Mars in Jewish Geometria. In addition, in the background of Mona Lisa, a scorpion at the upper right, a snake at the lower left, and a dog at the lower right are painted in secret. A scorpion, a snake, and a dog are the three pets of Nergal, the Martian god. Nergal was called Mars Iron, the eternal god of Mars in Mesopotamia. Mona Lisa is a name created by rearranging the names of Mars Iron. That is to say that Mona Lisa is an. Anagram of Mars Iron. And in the background of Mona Lisa and her sister work, Eilworth's Mona Lisa, commonly known as Young Mona Lisa, a panoramic view of Mars are drawn as precisely as a photograph. In this way, King Christ left an important message for us humans in that era of around 1500 through Leonardo da Vinci, the Deliverer. And here is a message from God. Someday you humans will come to reveal these facts, and then you will know. Who I am, what I am, and where I come from。モナ・リザの絵の背景には51という数字が隠し込まれていました。51はユダヤのゲマトリアによれば 火星を意味します。またモナエザの絵の背景には右上からサソリ左下にヘビそして右下には犬が隠し込まれていましたサソリヘビ犬は火星の神のネルガルの3匹の愛犬 動物です。ネルガルはメソポタミアでは火星の永遠の神、つまりマーズアイオンと呼ばれていました。そのマーズアイオンの名前を並び替えてできた名前がモナ・リザです。つまりモナ・リザはマーズアイオンのアナグラムということになります。そして モナリザとその姉妹作であるアイルワースのモナリザつまり通称ヤング・モナリザの絵の背景には火星のパノラマ風景が写真のように聖地に描き込まれていましたこうしてカイン・キリストは1500年前後のあの時代に レオナルド・ダ・ヴィンチという受け渡し人を通して私たち人間に重要なメッセージを残しましたいつの日か君たち人間はこうした事実を暴く時がやってくるだろうそしてその時私が誰で何でそしてどこから来たかを Shirudaro Top Hayashi Hamame City Japan October the 19th 2022